冬の王府との会話権限を要請。許可に感謝します。今回はエラーログとして記録されます。はじめまして、ガーディアン。悲しみ、絶望、自分を、し、無理もありま、仲間も、愛する人も、すべてが、しかし、すべては私やあなた、そして、大いなる断りに、そう悲しむ必要はありま、それに、私たちは、この絶好のチャンスを、素晴らしい選択、私たちの予想通り、シンプルな花、私たちはあなたを、そこであなたはまた、どんなエンディングを目指すかは、あな、さらに特典として、あな、ピンポン、見つかりました。あなたの行き先は、魔界にしか、物事がいつもスムーズに、今からあなたが訪れる世界に、これから、あなたが対処すべき入れ口一つ、限りなく単純化した表現になりますが、いわゆる、そのものは、あなたを悩ますことになるでしょう。二つ。あなたは見知らぬ、小さな主君と共にするこれは、我々にとっても予想外の変更点です。非常に困った状況と言えるでしょう。あなたに関する記憶に騒音がないよう処置は行いました。しばらく、そう、イレギュラー要素の処分に関しては、あなたの裁量に委ねましょう。他の仲間たちは、私たちが安全に保管しておきます。あなたが物語の主人公としての地位を取り戻したとき、あら、不安ですか？心配はいりません。あなたなら、最大多数では、幸運を祈っています。あいつら、一体何なんだ？だっさ、魔界のトレンドを知らないんじゃない？ちょっと、ぶつかったら謝りなさいよ！変な格好しやがって。グレモリー、閣下の前では実験体とか。うん、わ。バクテリアに感染していないことが確認できました。ご協力ありがとうございます。ちょっといいかな。はい。あそこのみすぼらしい鎧の人、見えるかね？あの方に何か問題？ああいう肉体労働者がルールを無視するから感染が拡大してるって。帰らせた方が。検疫ゲートで検査を行っておりますので、その、なあ、早くしてくれよ。いつまで待たせるのよ。
バクテリアに感染していないことが確認できました。ご訪問の目的は？この先でご案内いたします。何かご用でしょうか？一般の方はフロントデスクにてご案内しております。招待された？あなた方が？まさかあなたがもう一人のガーディアン様？よく見たら確かにちょっと似ているような。失礼しました。あまりにも雰囲気が違ったので。私はリリス閣下の専属秘書エリスと言います。もう一人のガーディアン様とのミーティング優先度は97番目ですから、空いている時間は、空いた時間は、まさかその格好で閣下にお会いする気ですか？しません！あなたたち私をクビにしたいんですか？閣下がどれほどマナーにうるさいかご存知？今のあなた、石器時代から直行してきたような格好じゃないですか。なんか匂うし、それに手土産もないじゃない。閣下の機嫌を損ねてもあなた方はどうってことないでしょうけど、その後私が大変なんだから。中間管理職の悲哀だな。まずいわね。とりあえずできる範囲で対策を講じましょう。少なくとも3つは変えてもらわないと。まずその体張ってますって感じの衣装から着替えて、次に文明人らしい香りの香水、最後にご機嫌を損ねた時の保険として美味しい土産。これらの対策をしていただかないと閣下には合わせません。もう何回目か分かってます？本当にすみません。こいつにはビシッと言っておきますので。その少し体調が良くないみたいで。あの女が掃除したトイレが汚いって苦情がまた来てるんです。この手のクレーム対応がどれだけ大変か分かってます？これが続くようだと
業者を変えざるを得ませんからね。待ってください、ここの仕事がなくなったら俺たち路頭に迷ってしまいます。こちらのお手落ちで申し訳ないです。あなたの苦労はお察しします。これで何か美味しいものでも食べてください。お疲れた体に甘いものなんてどうですね。え、うん、今回だけですよ。今後は気をつけてくださいね。なんとかなったな。ジョーちゃん、掃除するときは便器の奥までちゃんと擦るようにと何度も言っただろう。あと水が流れる場所はちゃんと拭かないと、水垢は取りにくいんだから。あ、すみません。こんなのが続くとジョーちゃんを紹介した俺たちの立場もまずいんだって。もういいんじゃないか、子供じゃないんだからジョーちゃんも分かってるって。あまり気にしないで今日も一日しっかり頑張ろうよな。俺たちも生活がかかってるからね。こいつの言葉がきついのは勘弁してやってくれ。ジョーちゃん、お酒はほどほどにしておくんだよ。このままじゃ体を壊してしまうからね。お前は甘すぎるんだよ。そもそもお前さんだろ、野宿してるジョーちゃんがかわいそうだから仕事を紹介しようって言ったのは。どうかしてたよ、なんでこんな金にもならんことを。気にするなって、仕事終わりにみんなで一杯やって忘れようぜ。お好みの香水をお選び。スイートマカロンの香りですね。気が遠くなるような甘ったるいマカロンの香水を飲んでしまわれる方が多いという噂もございますが、よだれが垂れるような香りがお好みの方に。香りじゃないですか。これならカッカも気に。じゃあ香水は。あら、これは意外と似合うじゃないですか。ワゴにも衣装と言いますか、見違えました。あ、タワー内は武器の持ち込み禁止ですので預からせていただきますね。武器をお預かりします。保管番号は1078です。タワーから出られる際に声をおかけください。
まあ服装はこれで大丈夫でしょう。次に行きましょうか。この間脱走したガーディアンのなりすまし、このインチキ野郎め、忘れたとは言わせん。あんたのせいでメリルは半年も整備所送りになったんだぞ。あの時は慌てて逃がしてしまったが、今度こそは逃がさ。待ちなさい、この方々はリリス閣下のお客様ですよ。秘書官殿、その手を離しなさい。何があったかは知りませんが、リリス様との約束が先ですので。ですが、こいつは詐欺野郎で。それに、自分の後輩を整備所送りにしやがったんですよ。だとしても、逮捕はリリス閣下との謁見が終わった後にしてください。これ以上は閣下の意に反する行為とみなしますよ。ここのマドレーヌは閣下の大好物で、今魔界で大ブームなんです。リルス閣下御用達、激甘サクサクマドレーヌ、残り3つです。マドレーヌはどうなりました？よかった、食べ物のこと。まだ少々。それでは。最後に、閣下と謁見する際の注意事項をお伝えしますので、よく聞いてくださいね。お願いですから。まず返事は手短に、もたもたすると怒られます。かなり怒られます。私そんなにのろまですかね。あ、まばたきも忘れないように。そうでないと不気味だと言われてしまうので。あと、執務室の机、寂しいですね。とか言っちゃダメです。不利じゃないです。絶対にダメですからね。それにしても、やけに騒がしいですね。
奴らが。カオス。考える暇があったらとにかく走れ。はないのか。あの人たち迷っているように見えます。タワー内部の人間ではないようですね。ビートーに外部の人間は知らない職員専用エレベーターがあります。あそこからなら外に出られると思います。Thank you.
ば大丈夫なんじゃ。エレベーターが動いてる。この状況下でエレベーターが動いているだと、怪しいというほかない。テロリストに違いない。ここにいては危険だ。君は疑いすぎなんだよ。これは映画やゲームじゃ ないんだよ。きっと他の避難民だって。ここで来るのを待って、一緒にエレベーターで逃げるのがいい気がする。こっちです。無事でよかった。ここはまだ奴らに見つかっていません。状況が把握できるまでここに隠れていましょう。閉まってるわ。さっきの警備員が鍵を持ってなかったか。よし、入ってみよう。ほら、何もないじゃない。一息つけそうだな。それにしても、一体何が起こってる。これタワー内のアナウンス。フラグの予感。リリスタワー内の生存者の皆様にお伝えします。テロリストたちによる突然の襲撃にはさぞ驚かれているかと思います。しかしご安心、現在我々は皆様の救出を最優先に、そのためには生存者の皆様の生存確認と迅速な救出のため、敵救助隊は直ちに皆様の保護に動き、どうかお願いです。助かった。もう安心だ。何をするつもりだ。聞いてなかったのか。魔界の英雄ガーディアンが救助隊を出してくれたんだぞ。冷静に考えろ。あれだけの襲撃犯をそんなあっさりと制圧できるわけがないじゃないか。万が一本当であっても、テロリストの殲滅が確信できるまでここの安全を放棄する理由はない。
バカが、お前らと違って魔界の重鎮であるわしの命は替えがきかんのだ。おーい、こっちだ。ここに生存者がいるぞ。ここに。え、くしょ、あのバカが。扉を開けろ、開き上がれこのクソ玉が。ちゃんと確認しろって言ったろうが、この間抜け。早く扉を下げ。何でもいい、部屋にあるものを投げるんだ。
敵。どんなに小さな勝利でも積み重ねが大事なんだ。強い相手じゃなさそうだね。お姉さん、私は仲間たちの敵。が大事なんだ。Thank you.
ここは？
気になって来てみたんだけど、また会えるなんて思わなかったわ。私たち不思議な縁があるんじゃない？私はガーディアンとリリースタワーで会う約束をしてたんだけど、あ、約束したのは本物のガーディアンとで、ちょっとややこしいかも。そうだ、あなたのことこれからヘラヘラスマイリーって呼ぶね。どう？ぴったりでしょ？とにかくガーディアンが言った通りにリリス女王様の執務室で待っていたんだけど、まさかこんなことが起こるなんて。人間界の姫君、また通気口を伝って生存者を探しておったのか。子供はおとなしくしていろと言ったではないか。でもリリス女王様、私たちをかばって怪我したじゃない。だから代わりに私が女王様の仕事をお手伝いするの。それが正しい外教のやり方だってお姉ちゃんが言ってたわ。それを言うなら外交であろう。君たちはリリス閣下、ご無事だったんですね。よかった、本当によかったです。エリス、君も無事だったか。かような危機の中よく生き残ってくれた。おまけに任務も完遂するとは、ご苦労だった。これが片付いたら真剣に話し合うとしよう。君の未来についてな。かっかうん、本当に妙なことになってきたな。話したいことがある。こちらへ来てくれ。来ればよかった。サインしてもらえばプレミアついたのに。うん、初めて会った気がしないんだが、テレビでお姿を拝見しているからか。こんな状況だが、リリスタワーへの訪問を歓迎しよう。オーディル、グレモリー、そして自称ガーディアンよ。お会いできて光栄です、閣下。ところで、どうして私たちのことを。魔界情報局の能力を見くびってもらっては困る。まったく、探偵事務所風情はとんでもないことをしでかしてくれたな。お恥ずかしい限りです。それに自称ガーディアン、エリア警察からガーディアンのなりすましが現れたと聞かされた時は何のざれ言かと思ったが、そのなりすましがよりにもよってガーディアンを英雄にした地である51エリアで、ガーディアンの補佐官であるマーク2を、人間界の姫君が言う通りだな。
姫君に習ってヘラ。よろしくだな、ヘラヘラスマイリー。しくよろ。政府は万が一の事態に備え、電力は外部から独立したバッテリーを使用し、一通りの物資も揃えてある。必要とあらばここで何ヶ月でも耐えられるだろう。タワー自体に何かが起こらない限りはな。ふん、かすり傷だ。うん、奴らが使っていた弾丸、あれは特殊なものでな。あの弾丸には魔力シールドが一切通用しない。まるでマナを吸収するブラックホールのようだ。そして犠牲者たちの最後の姿から考えるに、まず間違いなくあれ。姫君よ、皆避難で疲れ果てて、聞くところによるとそれを作ってはも任せておいて。一口飲めば10日はおな、正直このエリナと防衛軍が51、おかげでテロリストたちは、しかも今日は魔界政府の中でも魔界の英雄による急激な勢力拡大に警戒している反ガーディアン派。全てはここまで露骨だと。そもそも意外に抜けてる性格だったり。ヘラヘラスマイリーとは違うからな。それだけタワー内に閉じ込めた人間、外部との連絡は全て遮断され、ただあやつも政府、エリナと防衛軍が異常事態に気づく。それまでも普通政府ハウスとなれば設計図は残さないし、監視官数時間程度なら奴らにも見つから。ただ今日招かれていた重要人物の中、彼の忠誠は確かだが、ヘラヘラ、ろくに知りもしない相手に仮を作るのは気がする。保安システムの設計者を、事態が解決した暁には礼を言う。彼はおそらく30、オーディルとグレモリー2人には多人数で動き回るのは、ヘラヘラス、今回の事態において彼女はあやつが本物だと信じている。誤解するでない。おとなしくしていろと言われているにもかかわらず、幼き身で人助けをしようとするあの気質を思えば、決してこのような不埒な陰謀になど加担せぬであろう。我が聞きたいのはその後のことだ。ガーディアンによるこれまでの罪が白日のもとにさらされたならば、あやつを本物のガーディアンと信じていたあの子供はどうなる。罪の意識にとらわれるのではないか。そうか、千なき問いだ。とりあえず向かう途中で生存者に出会ったならば、この場所を教えてやってくれ。では頼ん。
とってもインベーダーとの決戦に備え特別に貸し、あと怪我をしたらここに戻ってきてね。一緒に生き残ろう。きっとご先祖様も見守って。ちょっと待って、ちょっと待ってて、最高のシチューを作ってみせるから。Thank you.
そんな左肩のジョイントは磨くのが大変。おいお前、あ、僕ついムキになっちゃって。ああ、ベレヌス様、もし死後の世界があるなら、せめて浮遊城のアンドロイドたちのいる場所へ。なんだよ、テロリストじゃ。確かにそっ、勘違いしてごめんよ。僕リリスタワーのテロが起きてすぐここに隠れたんだ。ところでセーフハウス、教えてくれてありがとう。あ、そう、これも、それがあればあの子たち恥ずかしいな。次、いやThank you.
リリスタワー内の皆様にお伝えします。妙な誤解をして勇者ガーディアンの救助活動を妨害している方たちがいるようです。無駄な時間を費やすよりも残った時間を大切な人と過ごしてはどうでしょうか。
Thank you.
Thank you.
ゆっくりと進んでください。私たち最後まで気を抜かない。見つけたぞ。くそったれ。これを受け取れ。市民が逃げ切るまでこの廊下の奥に隔壁がある。そこまで行ってスイッチで無事たどり着けたら聞きたいことが言え。準備しろ。来るぞこのテロリストどもめ。
死んでたはずが、このクソったれども。ありがとな。正直言って、メリルのこと、今回のこと、あの時は、ここを無事に生き延びたら、一緒に、あんたの事情ってやつも、俺たちは、カードキーはあんたが持ってるといい。